こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの一冊です。タオ永遠の大河ということで、すでに2回ご紹介しているこちらのシリーズの第3巻ということになります。でこの本では老子の思想ということがタオについて書かれているわけなんですが、3冊目になってきてさらに理解が深まってきたというふうに感じています。でやはりこのいわゆる悟りというものにたどり着くための方法ということが書かれているわけなんですが、何かをすることによってでは悟りにはたどり着けないということが書かれていまして、何かをすることを手放すということがやはり大切ということが書かれているんですが、それがどういうことかというと、本当に何もしないということではなく、起こることが起こるままに任せるというような、ちょっと理解できるような理解できないような、そういうお話になってきました。でこの中で書かれていた、祈りと瞑想の違いなどということも、非常に興味深いお話だったと思います。ご興味のある方はぜひ1巻から読んでみてください。次は4巻へと行きたいと思います。以上です。